はい、こんにちは、バルーンアートマニア S です。今日はこちらポケモンのマリルを作ってみたいと思います。ネズミポケモンですかね。ポケモンとしてではなくてね、ただのネズミとしてもね、作ってもいいと思いますね。ポイントはこの耳とね、顔とね、尻尾ですね。可愛いですね。じゃあ早速作っていきたいと思います。足がですね、まずはね260用意してください。これをまずね、あ、ここね、長く残しておいてくださいね。ここに結んで、こうですね。そして手、足、手4個作っていきます。で、足で、そしてここで決めて、まあ、一応入れておいてね。そして背中作りますね。2個作って決めて、もう1個作って真ん中に入れるですね。そしてこれをこう持ってくるんですけど、今通したやつはこれは横に持ってきましょう。ここにね、通したやつはここに横にくっつけましょう。ここでこう止まりましたね。止まったら白い方を切って、青い尻尾、ここ真ん中ちょっと先っちょを切ってあげて、尻尾を残します。尻尾、ギリギリで結んであげて、で尻尾になりましたね。こうですね。でちょっとこれをね、この中に押し込んであげて、こんな感じ。ここが平らになるようにね。こうですね。そして顔、頭いきましょうか。360。ここも一応結びましょうか。余りは切りましょう。そしてこれをつけますね。もう
もう一度見せる。止まりましたね。そして耳を作りますね。耳の真ん中はこれですね。260ですね。こっちが赤じゃないやつですね。コーラでしたっけ？なんか赤っぽいやつ。赤ではないですね。これを結んで、こっちも結んで。これ160ですね。160を これ結んであげて、こんな感じですね。こんな感じで作ったりですね。ちょっとここ長くましょうか。長く長くね。これをもう1個作ります。はい、同じ大きさの2個作ったら、ここに取り付けていきます。じゃあまずはこの真ん中のやつ、真ん中の結び目に1個つけましょうね。そしてこのもう一方をここにつけましょうか。これで固定されますね。一箇所、二箇所、二箇所で固定。こっちもここにつけましょう。で、こっちはこう結ぶところがないんで、ここにまず通して。で、どっかここに適当に結びましょうか。ここね、適当に。この尻尾はね、この辺に入れられる。あれ取れちゃいましたね。ここね、ちゃんとここ結びましょうか。キュッキュッと、ここキュッキュッと、ここここちゃんとここね、キュッキュッしてくださいね。はい、ここキュッキュッしときました。ここですね、尻尾ここに、ここでもいいし、ここでもいいですね。どっちでもいいです。
ったらあとは絵を描くだけですね。はい、絵が描き終わりました。こちらですね。なかなかね、黒いところ丸、これが難しいです ね。今回はね、青いラインも入れてみました。目の下に顔を描くのがね、やっぱね、一番難しいですね。これをよく見てね、練習してくださいね。はい、今回はポケモンのマリルを作ってみました。皆さんも可愛いポケモンを作ってみてください。はい、さようなら、また来週。